もういいですか。はい、皆さんこんばんは、ゆうすけ安藤です。今は心斎橋にいます。今日は、プログレッシブロックバースターレスさんに、お邪魔します。不思議音楽イベントですかね。そうですね、クリスマスイベントになるのかな。プログレッシブロックを勉強しに行きます。はい、また悪友トリ君と引き連れて出陣します。あ、忘年会的なね。まあそんな感じですね。もう僕からしたらもうプログレのお勉強会っすわ。ちょっとあの、ね、先輩方のプログレ詳しい先輩方にいろいろ聞いて、勉強するっていう会です。ベロンベロンに酔っ払ってもう帰る頃には全く覚えてないかもしれへんけど。そうですね、この辺じゃないですか。あそこですね。夜の心斎橋はすごいっすな。まあまあまあ、ここっすよね。ここですね。はい、ここです。今日は、前回のリリース、ありがとうございます。リリースライブ、リリースイベントの、まあ、打ち上げみたいな感じで、今日は悪友トリ君と一緒に、隠れて名店で飲んでます。隠れてないですよ。全然隠れてない。ひとまずお疲れちゃんってことで。お疲れ様です。そうなんです。何入ってるけど、ゆる飲みパート3ってことで、前回ね、ちょっとあれいつやったっけ、トリ君、不思議音楽館の年末イベントです、ね、15日ぐらいに、不思議音楽館の、リリースイベントに参加してきました。もう本当ロックの勉強会です。自分の知らない音楽とかすごく聞くっていう、ひたすら、スターレス、プログレッシブロックバースターレスで、3時間じっと座ったまま、聴くっていう、ロックを1曲ずつ聴くっていう、まあまあな、まあ、すごい勉強になりました。楽しいイベントでしたけどね。まあ僕はミュージシャンやし、すごい音楽好きやから全然よくあったんですけど、トリ君とか結構、プログレとかあんまり好きじゃない。あんまりわからんからね、どっちかやったら。まあまあ、僕も勉強です。まあまあまあ、なかなかの3時間だったんですけども、まあ、クリスマスイベントっていうことで、まあ、年末イベント兼クリスマスイベントっていうことで、まあ、割となんていうか、ガチガチのプログレばっかりかかることはなく、結構なんか雰囲気のあった、うん、そうですね、クリスマス的な曲かかったり、もかかったりとか、まあ、本当にもう3時間プログレばっかり聴くんかなと思ったら、そんな感じでもなく、ね、普通になんか、まあまあ、ね、うん、日本の方の曲かかったりとか、うん、まあ良かったのかなっていう、うん、なかなか本当に濃厚な3時間だったと思います。いや本当もうロックの勉強会でしたよ。めちゃめちゃ良かったと思います。はい、楽しかったですよね。なかなかない機会だったんで、また行ってみたいなと思いました。はい、そしてそういうことで、ゆうすけ&、今年もありがとうございましたということで、再度もう一回自分のことを自己紹介したいんですけども、ていうかもうゆうすけ&一体誰なんお前って感じやったと思うんで、再度もう知ってる人は本当にありがとうございますって感じなんですけども、知らない人のためにもう一回自己紹介しておきたいんですけども、まあドラマーっす、本当ドラマーなんですけども、ドラマーでソロをやってます。でプログレッシブロックっていうジャンルで、曲を制作して、ドラムのソロなんですけども、バンド編成で YSK っていう YSK プロジェクトっていうところで、自分のリスペクトしているミュージシャンを集めて、みんなでプログレを作るっていう、で自分たちにしか作れないプログレを作るっていうのを、
モットーに、表現してます、ギターおもちんさん、そしてベースアポロンでボーカルユージー氏、この3人でね YSK プロジェクトっていうものを僕を含めて4人で、制作してます。本当に自分たちにしかできないプログレッシブロックっていうものを追求してますんで、先月11月29日にソリタリーフェイスっていうセカンドアルバムを出たんで、もしよかったら聴いてほしいなと思ってます。で、一体ユースケ安藤は一体何者なのって感じだと思うんですけども、ユースケ安藤はあのソロドラマーなんですけども、もしよかったら、僕のオフィシャルホームページのカテゴリーの中にドラムスコの旅っていうのがあるんですよね。もっとユースケ&のことを知りたかったら、そのドラムスコの旅っていうブログがありますので、それを読んでほしいなと思ってます。それは時系列に、なんていうか、この僕がドラム始めて、10代からドラム始めて、そこからバンドを組んで東京を進出してメジャーデビューしていくっていうヒストリーが僕書いてるんで、当時何気なく書いてたんですけども、で何も、あ、ちょっといいですか、これはね絶対ダメなんですよ、だし巻き、すみません、毎回すみません、ちょっと話出せしちゃったんですけども、まあ、そのドラム息子の旅っていうものが、まあまあ自分のヒストリーみたいな感じで書いとこうかなっていう軽い気持ちだったんですけど、これが評判良くて、もうバンドマンからもうめちゃくちゃ良かったねっていうの、アーティストからすごい絶賛されてますよね。絶賛されて、次まだかまだかみたいな感じでほんまに良かったっていう評価いただいて、いやなんかめっちゃ嬉しくて、ヤギちゃんなんてほんまに指折り数えるぐらいしか僕のこと褒めてくれたことないんですよ。こんな長い付き合いなのにもうドラムも褒めてくれたことないんちゃうかって感じやったけども、このドラムスコの旅のブログだけはゆうすけ文才あるんちゃうかって言われて褒められました。その時、まあ、そんな大して嬉しくなかったですけど、今考えたら良かったのかなっていうのに、ヤギちゃんありがとうございますって感じでで、アポロンなんてもうドラムスコの旅がもうファンで、ドラムスコの旅でチャイルドを知って、チャイルドの音楽を聴いてなかったのに僕のブログでファンになって、チャイルドの、まあその話していくと重大編っていうのがありまして、その時ギガスレブ編、僕がビジュアル系やってる時ですよね。で BB モスキューボスキート編っていうのがあって、チャイルド編っていう当時ずっとバンドやってた、こう時系で撮って書いてるんですけども、でアポロなんてチャイルドの音楽聴いたことなかったのにチャイルドの大ファンになりまして、もう僕やメンバーよりもチャイルドのことも知ってるとブログも何回も読みまくって知ってると。で、いざチャイルド聴いたらあんまこんなもんこんな感じかみたいなこんなもん言うてもこんなもん言うてもったけど、まあ、なんて言いますか、そういう音楽っていうか、まあ、音楽もそうなんですけども、そのバンドマンの在り方、バンドマンの夢の追い方っていうかね、この情熱的に本当気持ちだけでやっているっていう、まあ青春の1ページっちゃそうなのかもしれないですけども、それが本当にねリアルに書いてるんで、そうですね、 100% リアルかって言ったら実は 100% ではないんですよね。約 70% ぐらいかな。うん、その 30% はもう書けないっすよ。やっぱりそのピーが入っちゃうからほぼほぼピーやから書けないんですよね。まあ、そこをね考慮してうまいことこうグラデーションさせて書いてるんですけども、まあ、一度そのドラムスコの旅は読んでほしい。僕がドラムでやったるぞと、ドラムで絶対に東京を成功させてやるっていう、絶対デビューする、絶対プロドラマになるっていう僕の熱い思いだけでやってるっていう、ぜひそれは見てほしいなと思います。はい、新しくまだ書いていくんですか？そうですね、書けたらと思って、本当はハイスピードボーイズ編とか、本当それこそサポートミュージシャン やらせてもらった、書いていきましょう、マリス・ミゼル・コウジさんとか、並びに、なんだ、いろいろやりました。タクイ君とか中島タクイ君とか、ワイズもそうだし、数々のソニンちゃんとかね、いろいろやりましたけど、一遍こうやった人のやつ書いてみたらどうですか？うん、
まあ、それもいいですね、うん、あのテレビ NHK ホールやったかな、テレビ収録の時にあれあ、ね、ミュージックステーション、いやちょっと忘れましたけども、あの生間のこうちゃんに会ったりとか気運かな、でおー久しぶりやんみたいな、あのあれ NHK ホールやったと思うんだけどね、あの時、うん、NHK、うん、アンナとかそういう面白い出会いとかもあったりのしました。まあそんな感じで一回そういう本当に僕があのバスケ少年やった時からドラムやっていう風になって、ドラム始めるっていうところからあの書いてるんで、本当にデビューしていくところまで全部書いてるんで、もしよかったらあのドラムスコンダビぜひ読んでほしいと思います。成人式の写真、そう、墓まで墓まで墓が見てる、墓が見でしたよね、獅子舞みたいに当時そんな感じしかなかったんですよね、そういうバンドって言ったら。もちろん大阪で言ったハードコアとかもあったけども、ハードコアはちょっとちゃうなっていうところで、まあちょっとね、ここはワイプで写真あ、そうそう、出してみて、まあ、こういうことやってましたよっていうね、まあそれもありですね。まあまあ何やってんのって感じかもしれないですけど、そんなことはやってました。いやでもあれみんなかっこよくですね。思いますか。いやいや、よかったっすよ。情熱だけでやってたんで、うん、まあ、そういうものをちょっと感じてもらったらなと思ってます。はい、ということで今年もどうもありがとうございましたということで、今年、ちょっと振り返りたいなと思って、今回、夜飲みしたいなと思ったんですけども、やっぱ今年の一番の醍醐味っていうか一番のメインイベントはやっぱり台湾公演、そしてユージ石井の加入、そしてセカンドアルバムソリタリーフェイスのリリースですね。ですよね。まあ、この3点かなっていう。で、今年の2月ぐらいから初めにリサーチ台湾に行きまして、その台湾も、その、なんていうかその、バズったではないですけども、反応良かったんですよね、台湾で。だから台湾に行こうってことになったんですけど。まあそれで実現できまして、夏に。その時に初めインストでやろうと思ってたんですけども、うん。その時期に石井くんが加入してもらって、よっしゃ、ほんなあの石井くん入れて4人で行こうぜって、ベースもちょっとアポロンの森だったんで、牛ちゃん入れて、で、ソウさんとこの4人で行くぞって、海外進出するぞっていう、見事成功しまして、すごい良かったかなっていう、うん、で道中はまあ大変やったけども、ちょっと僕の YouTube、見てほしいなと思うんですけども、本当にまあちょっとね、台湾公演はドリ君もついてこれなくて、自分たちで楽器運んだりとかなんかいろんなことしなきゃいけないっていうところでめちゃめちゃ大変だったんですけども、まあそれも一つ思いですよね。思いです。経験ですよね。経験です。まあでも次はね、まあ台湾ももちろんそうなんですけども、まあなんていうか台北台中も回りたいんですけども、高雄とかね、台南の方も行きたいなっていう、せっかくだからね、そういうのも行きたいなと思って思ってます。あ、台湾の人待ってくれてると思うんで、必ずまた行きたいなと思ってるし、でね、今インドがね結構ねですね、バズってる、先行なんて60万回見ていただいて、インスタで、すごいありがとうございますって感じで、嬉しかったんですけど、インド人さんが結構インドの人にすごい好かれてるんですかね。マンダラとかやってるからかな、関係ないですかね。いや、そうなんですね。どうでしょう、多分向こうの音楽にすごいハマるんでしょうね。ハマるんですか ね。インド行くのはもう悪友のトリ君連れて行きます。で、2人で腹壊してインドの食レポもしたろうかなっていう感じです。もう何日行くか分からんけど、カレーばっかりになるんでしょうね。空港着いたらカレーの匂いするらしいですね。先入観で来てるけど、来てるけどね。でもちょっと美味しそうかなっていうのは、うん、YSK インド公演実現できたらなっていうので、ちょっとリサーチしてみます。まあでも遠いからね。でもどうせインド行くんだったらタイも行きたいし、そうですよね。でなんかこうインドネシアとか行ったり、ね、インドからやったら多分インド行ってタイ行って多分フィリピンで、あ、フィリピンで多分マニラでマニラでトランジットやって、うんうん、で帰らなあかんはずなので、
まあ、結構宗教の問題とかもいろいろあるんで、なんか一筋縄ではいかないのかなっていう感じですけども、まあ、なんか実現に向けてちょっとアクションを起こしていけたらなと思ってます。まあ、今年もお疲れ様でしたということで、本当にどうもありがとうございました。来年も本当に一つ、よろしくお願いします。制作もしていきます。うん、曲もいっぱい書いて、で、まあ、ライブも打っていて、昨日一昨日ぐらいに1本決まりました。わ、来た来た。これはちょっと映させて。これですわ。これが最低限の大きさ、唐揚げの。これは絶対食べてほしいです。あの、絶対この店来たら食べてほしいけども、この店を教えられないです。すみません。普通に駅前あるけどめちゃめちゃ駅前にある。見てるだけで気持ちいい、この唐揚げの大きさは。もうこれでお腹いっぱいになる。何の話したか。インドの話して、ライブが日本決まった。あ、日本、あのライブね、昨日一昨日決まりまして、6月の熱いオファーいただきまして、6月30日、都内で一本決まってます。結構いいイベントです。まあ、詳細はまた追って、報告しますんで、楽しみにしておいてほしいと思います。まあ、まずとりあえず1月の27日に、はい、正彦ヤギの誕生日ですね。は初め弾いてくれるけど弾いてくれへんって話になりまして。まあまあ、ちょっと仮に忙しくなる、ね。はい。まあ、そういうことで、大阪、アバザのビッグジャックで、YSK 出演しますので、ぜひぜひ、お越しください。この間の動画でも語りましたけども、大阪飯美味しいんで、この唐揚げもそうだけど、お好み焼き、で、何、たこ焼き、で、かすうどん、で、串焼き、串カツ。食べ物ツアーやん。まず食べ物だけ。で、あの、551の蓬莱も食べて。濃いな。だいぶ濃いな。で、YSK のライブに来るっていう感じで、ね、大阪満喫してもらって、そうで、ユージ・シーなんて大阪とか来てるイメージないっすもんね。ないですね。彼にはもう、たこ焼きに、お好み焼きに、粉もん尽くしで、粉もん祭りにしてやろうかな、粉もんツアーにしてやろうっていう粉もんだけで、うん、してます。いやいや、新生 YSK、素晴らしい感じの石井くんの歌と化学反応起こってるんで、ぜひぜひ、体感してほしいと思ってます。で、今ね、この間ね、リリースライブの下北沢公演、これね、ライブ録音しまして、今ちょっとね、軽くミックス上がってきたの聞いたんですけど、相当かっこいいですよ。で、もうあんまりもかっこよかったんで、もうこれも版にしようかなって思ってます。いいですね。3月にも一応決まってます。うん、都内です。そこでリリースしようかななんて今ちょっと思ってます。うん、まあ、ちょっとまた森君にデザイン頼んでね。うん、曲数は少ないんですけども、かなり熱いものが詰まったいい感じのライブアルバムになってるんで、これはぜひちょっと聴いてほしいな。新生 YSK、 ユージ・シー君が入った新生 YSK を形にしたいなと思ったんですよね。割とね、結構ね、聞き応えあるアルバムになってると思うんで、これはぜひリリースします。はい、うん、あ、トヨさん食べてください。唐揚げ食べましょう。喋ってたら全然食べれないから。いや、いいです、食べてください。うん、え、これ何飲んでるんですか。レッドアイです。トリックはレッドアイ飲んでます。はい、まあ、そんなこんなで、今年もありがとうございました。来年も一つよろしくお願いします。こんな感じですかね。そうですね。あとはまた後で回せたら。うん、後でまた回せたら回しますんで。酔っ払った号のお疲れ様でした。はい、まあ、ということで、ドラムスコの旅っていうものを読んでいただければなと思ってます。そして、約2013年ぐらいから僕ソロプロジェクトを始めてまして、音源は2013年から出したんですけども、ライブをやってなかったんですよ。そして
ライブ活動っていうこのコロナになったぐらいから2020年から始めまして、そこからまあ定期的に自分でイベント組んだりしてやってます。バンド形態を大事にしてまして、まあソロ名義ですけどもバンドっていう形でやってます。今年本当にいろいろありまして、本当にどうもありがとうございました。何よりも一番良かったことはさっきも言いましたけども、台湾公演めちゃくちゃ良かったと思います。海外で一回自分のプレーを表現したいというところで、それが実現できてとても良かったと思います。そして、何よりもセカンドアルバムソリタリーフェイスをリリースできたってことが僕の中で一番大きかったです。この海外進出、台湾公演、台湾ツアープラス、セカンドアルバムソリタリーフェイスをリリースしました。これが一番僕にとって、2023年一番良かったことかなと思ってます。来年はですね、引き続き楽曲制作、ライブ活動、動画など撮っていきますんで、そういうところを力入れて頑張っていきたいと思ってます。興味ある方はユースキャンド、ちょっと気にしておいてほしいなと思ってます。というわけで、今年も本当にどうもありがとうございました。2023年本当に実りのあった1年になったと思います。来年も一つよろしくお願いします。今まで知ってくれてるユースキャンドのことを知ってくれてる、皆さん本当にどうもありがとうございます。最近知ってくださった皆さんありがとうございます。そしてこれからユースキャンドのことを知ってくれる皆さんよろしくお願いします。ユースキャンド YSK プロジェクトは、一つ一つリアルを届けていこうと思います。70年代ロックを追求し、 YSK メンバーの感性そして技術を用いて、一つ一つ、最高にかっこいいロックを作り上げていくので、ぜひぜひチェックしておいてほしいと思います。来年も一本一本最高のライブリアルを届けていきますので、ライブに来たことない人はぜひぜひ YSK ライブに来てほしいなと思っています。必ず最高のロックをお届けしますので、来年も一つよろしくお願いします。2023年本当にありがとうございました。2024年もよろしくお願いします。ありがとうございました。